爆音は、オリーモ、トミマナによる日本の漫画作品。月刊ヤングチャンピオンレッツにて2011年ナンバー3より連載中。また、ヤングチャンピオン2013年ナンバー13には、出張版が掲載された。キャッチコピーは、ありそうでなかった、女子高生バイクで送る、爽快ハイテンション学園コメディー。日 この一巻が来てる。フェア対象銘柄。2020年12月時点で、累計発行部数は280万部を突破している。2015年5月発売の単行本録巻の、帯にて、アニメ化が発表され、2016年4月から6月まで、放送された。秋田書店のウェブコミック配信サイト、チャンピオンクロスにて、スピンオフ作品、爆音。 山の恩舎のニコイチ繁盛期が2018年4月17日から2018年9月18日まで連載。作画担当は牧野康弘。同社のチャンピオンレッドにて同じくスピンオフ作品爆音。鈴野ギリンの野望が2018年7月号から2018年12月号まで連載。作画担当は青明。 同社の別冊ヤングチャンピオンにて爆音。台湾編が2019年12月号から連載中。シナリオ担当は大田食いや桜葉音は丘の上女子高等学校に入学したばかりの高校1年生。これまで全くバイクとは縁がなかったが、登校初日、自転車に乗って通学途中の坂道でへたり込んでいた時、 すぐそばに現れたオートバイの存在感にカルチャーショックを受ける。バイクに興味を持ち始め、バイクがきっかけとなって出会った同級生、天野恩オ社と共にバイク部に入部することになったハオは、まずはオートバイ免許の取得を目指すのだった。学年は初登場時のものを記載。青年月日や身長などは単行本各館の表紙の記載に基づく。 第59話第64話に登場。元 GP レーサーである小さめの父が結成した女子高生レーサーユニット。レースの実力よりも選手としての魅力や営業力に重点を置いた活動方針をとっている。第71話で初登場。静岡県の高校のクラスメートで結成された女子高生ライダーグループ。 それぞれ国内4大メーカーのバイクに乗っており、排気量は 249cc で統一されている。名字はすべてそれぞれの愛車のメーカーにまつわる地名となっている。御社が配信している、ネットラジオを通じて知った他の常女子高バイク部をライバル視している。KTM 浜口爆音レーシング、鈴鹿八対参戦車両本作と KTM ジャパン。 浜口レーシングがコラボレーションを組んで、KTM 浜口爆音レーシングを結成、2013年7月28日に開催された第36回鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦した。車両は折元による描き下ろしデザイン。翌2014年7月24日に開催された第37回鈴鹿8時間耐久ロードレースでも、 KTM 浜口爆音レーシングとして参戦している。開催地の鈴鹿サーキットでは、絵描き、おろしのイラストが入った T シャツやステッカーなどが販売され、公式ウェブショップでも販売されている。本作と警視庁、東京都建設局がコラボレーションを組み、交通安全への取り組みを展開。警視庁は、ポスターの制作、東京都建設局は、 奥多摩周遊道路に警告板を設置した。警告板には、羽音と、おんしの三種類があり、それぞれ、ゆっくり走ろうね、ゆっくり走ろうぜ、ゆっくり走ってねと書かれた文字の下に、デフォルメされたキャラクターが描かれている。奥多摩周遊道路周辺の駐車場や奥多摩都民の森には、おも、富真まによる描き、おろしの羽音と、おライム先輩、リン。 生の5人が描かれた大型看板も掲示されている。警視庁とのコラボで作られたポスターは2種類で、2013年9月と10月のイベントで配布されたポスターは B2 サイズで下部に、大梅警察署、五日市警察署と入っている。もう一つは2014年3月の東京モーターサイクルショーで配布された B3 サイズのポスターで、同一デザインであるが、 警視庁交通部と入っている。また、警視庁交通部、大梅警察署、五日市警察署主催のイベント、二輪車、交通安全キャンペーンで、2013年9月22日、10月19日、2014年5月4日、12月6日、2015年5月24日の過去5回コラボレーションを行った。同イベントは、東京都奥多摩町で開催され、 数量限定のコラボレーショングッズの配布や本作品のいた展示などが行われた。奥多摩のイベントや東京モーターサイクルショーで配布されたマグネットは全部で12種類存在する。第1回と第2回のイベントで配布されたマグネットは5種類あり、オ音、リン、白バイリン、音社、ライムのキャラクターが描かれている。 東京モーターサイクルショー以降に配布されたマグネットは7種類あり、単行本の表紙と同じデザインに変更された。前述した5種類のキャライに、生徒 TZR 音社の2種類が加わっている。磁力が弱いため、タンクに貼るのは危険である。奥多摩イベントの内容は以下の通り。すべて会場は奥多摩町大麦大駐車場。主催は大梅警察署。 五日市警察署。来場者数は公式ツイッターや掲示板から引用。2013年9月22日開催。配布物、ポスター、マグネット、パンフレット。来場者数約1000人。晴れ。交通安全講習会の実施。2013年10月19日開催。配布物、ポスター、マグネット、パンフレット。来場者数約四百人。 雨、小峰が出展。2014年5月4日開催。配布物、ポスター、マグネット、パンフレット。来場者数約1200人。晴れ、小峰、二輪館や地元物産店が出展。2014年12月6日開催。配布物、なし。来場者数約600人。曇りのちえき。浜口レーシングや B 級グルメが出展。 2015年5月24日開催。配布物、マグネット、シール。来場者数約1750人。晴れ。フィギュアメーカーなども出展。2016年3月に発売された、単行本題七巻特装版付録の OVA に、続き、同年4月から6月まで、東京 MX 他にて、全12話が放送された。 放送終了後、OVA 第2弾が、同年12月に発売される、単行本題9巻限定特装版に付属する。メインスタッフには何らかのバイクに乗っている人が多く、参加しており、アニメ公式サイトのコメントには、各々の愛車名も記載されている。また、オープニングテーマを歌う、助崎サ花も、本作の依頼を受けた際に、バイクの免許を取得した。 劇中に登場するバイクやヘルメットなどはエンディングに協力としてクレジットされている各メーカーの協力により基本的に実写名も含めてそのまま登場しており効果音も実写のものが使用されているまたバイク用品販売店のバイクワールドなども実名で登場している原作と同様現実の法律に抵触する描写が時折入るため 次回予告後には、本編の内容が架空のものであることを告知する、文面が表示される。特に第7話では、賭爆描写も入っていたため、その旨が追加されている。2016年4月2日には、立川シネマシティで第1話を 5.1CH サラウンド音響システムで上映する、TV アニメ、爆音、極上爆音先行上映会が開催され、 主要声優陣が登壇した。2016年8月21日には、ベルサール秋葉原にて、バイクのヒスマイルオン2016の一環として、本作のステージイベントが開催された。インターネットでは、アマゾンプライムビデオにて更新。バックオンのこの部屋は、BD、DVD の第3巻第6巻に、収録のショートアニメ。監督は、森井健志郎。 制作はダブトゥーニスタジオ。爆音。ラジオレーナと立花子の放課後フルスロットル。のタイトルで2016年4月11日から7月11日まで、音泉にて配信された。毎週月曜日、深夜24時30分に更新。パーソナリティは、上田レーナと山口リカ子。同年6月25日に行われた、公開録音が、 6月27日深夜に爆音。ラジオ特別編レーナと、唯日の放課後フルスロットル。と題した SP 回として音源配信された。SP 回のパーソナリティは、上田レーナと、内山由美。上記の原作で行われたコラボレーションから引き続き、アニメ版の絵柄を活かした板バイクなど、各種のコラボレーションが行われている。 またラジオ CM では2016年7月から期間限定でバイクオートのタイアップ CM が行われた。ありがとうございます。